今日は2011年の CM ベスト5なるものをお送りしたいと思っています。まあ今これを撮ってるのは2022年なんで11年前ですね。まあ干支は一周してませんけど一昔前っていう感じがします。では2011年を彩った時代を彩った CM、 まずは5位からです。第5位は JRA 20th Century Boy 有馬記念オグリキャップ復活ラストラン。神はいる、そう思った。有馬記念が来る。というわけで第5位は JRA の2011年度の、 企業 CM ですね。この年ってのは G1 のレースの前に各レースの思い出のレースと思い出の馬を一頭ずつ出してたんですね。でキャッチコピーがついてたんですけれども、まあそのキャッチコピーがなかなかかっこよかったんですよね。で当然 T-Rex の20世紀少年も曲もかっこよかったですしね。でこれですね、91年日本ダービー、日本ダービー七冠の父のプレッシャーに勝った東海帝王、東海帝王ですね。そう、天才はいる、悔しいがって、うわすごい言葉ですね。まあ東海帝王が好きな人は僕の世代の人は結構多いんじゃないですかね。うん、ハンサムなフォース東海帝王ですね。では第4位です。第4位は JR 九州祝九州縦断ウェーブ。あの日手を振ってくれてありがとう、笑ってくれてありがとう、一つになってくれてありがとう。九州新幹線全線開業します。一つになった九州に新しい力が生まれています。一つになった九州から日本は楽しくなるはずです。九州新幹線、皆さんと一緒に全線開業です。でこの CM っていうのはJR 九州が新幹線の九州全面開通を記念して、鹿児島から博多までレインボーラッピングされた新幹線を試運転で走るって予告したんですね。それでレインボームーブメントって参加してくれって言って、こうみんながこうねこうやって参加したっていう、でなかなか感動的な CM になってて、結構 CM で賞を取ってるんですけど、でも実際にはこれってそんなにオンエアされなかった、数回しかオンエアされなかったそうなんです。なぜかっていうと、この九州新幹線の全線開業の日っていうのが2011年3月12日だったっていう、東日本大震災の次の日だったんですね。だからとてもお祝いムードではなくなってしまったっていう。だからこの CM が有名になったのは YouTube とかそういうもので後に発表されてからなんですね。というわけでその流れの中で3位です。第3位は新しい街で暮らし始めた、ダイハツ2011年、うん、日本のどこか。遊び来てよ。新しい街には出会いなんかもあったりする。かっこいいね。あ車、あそっか、なんだ、あでもエコカーに買い替えようと思って。と言ってもエコカーって結構高いんだよな。ダイハツが第3のエコカーを発表しました。第3のエコカーを選びませんか。はい、ダイハツから。やっぱ東日本大震災の影響でこの年ってのは結構抑えた表現の CM が多かったっていう気がしますね。でこの CM なんかもそうですね。エコロジーとその自分探しっていうか、カビな自分を捨てて新しい生き方をしようっていうような CM ですね。で僕この CM 好きで、俺って甲府盆地で撮影してるんですけど、まあ、聖地巡礼みたいなことを結構しちゃって、これもドルチェっていう喫茶店に行って、
あ、すごいいい喫茶店でしたね。あ、これトルチェですね。新しい街に元気でやってる。で、この曲もアマイラの髪の乙女っていう、僕がもう最愛の曲なんですけど、本当いい CM だと思います。これまだまだ続くんですけど、ストーリー性もあってすごくいい CM だと思います。ハイブリッド並みの低燃費を軽だからこそ低価格で実現させ、じゃあね、駅まで送ってくよ。いい、私も自分で歩かなきゃね。第3のエコカーを選びませんか。つい見入っちゃいますね。では第2位です。第2位は富士通、暮らしと富士通。やった、人と人とをつなぐ情報を休みなく支えたい。富士通の最新鋭データセンターは施設電力を従来の約 40% 削減しています。情報とあなたの間に富士通の技術。富士通 Shaping Tomorrow with you。 というわけで、これもなんか2011年の CM っていう感じがしますね。うん、やった。まあそれについては語るまでもないと思うんですけれども、やっぱ抑えた表現の CM って僕好きなんですよね。だから感動的な CM で、例えば東京ガスとか、あと政教新聞とかあるんですけど、あれってちょっとやりすぎなんですよね。うん、こういう抑えた表現でやっぱ人の心を打つ映像を作れるってのはやっぱすごいなと思いますね。あと企業 CM でありながら、あんまり訴えてないですね。この後富士通ってなんかこう訴える CM になっちゃうんですけど、そうじゃない、なんて言うんだろう、企業 CM っていうのはやっぱりイメージで打った方がいいと僕は思いますね。どうしてもこれじゃなんか伝わらないじゃないかじゃなくて、そうじゃない、何かを伝えるんだったら、それはまありくどく曖昧に、そして穏やかにやるのが一番だと思っています。では第1位です。2011年の第1位はこれですね。第1位、サントリー上を向いて歩こう。滲んだ星を数え思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、それってのはサントリーの CM に過去出た人が震災の後にボランティアに参加した CM ですね。でサントリーと東北って過去にちょっといろいろ問題があった、いろいろっていうかちょっと問題があったんですね。まあ僕の同年代の人は分かると思うんですけど、まあ、サントリーの社長がちょっと東北を蔑視するような発言をしてしまったっていう。でそれってのはなかなか怒りを見せないんだけど許してもくれない東北人っていうので、結構2021世紀になっても引きずってた問題だったんですね。でそれがなんとなく手打ちになったのは、なんかこの震災の時にサントリーがこの CM を出して、なおかつサントリーって未だに震災の支援サイトって継続してるんですよね。なんかそのそういう思いがしましたね。僕東北出身なんで。やっぱりこの上を向いて歩こうって本当にいい曲ですよね。僕本当好きなんですね。うん、とまあなんかしんみりしちゃいましたね。というわけで、まあ僕は福島県出身なんで、やっぱこの 3.11 って日には結構思い入れがありますね。
あの時なんか東北道がこう復旧したっていうか、あのずっと使用禁止だったんですけど、使っていいってなってすぐ実家の福島まで車を飛ばしてたんですけど、やっぱ那須ぐらいからもう道がもうすごいことになったんですね。でこぼこでもう車がピョンピョンピョンジャンプして飛んでるようなところで、でもう走ってる車は災害車両っていうかそういうものしかない。弟が電話で、福島に残ってた弟がもう一日でなんか冷戦時代のなんか共産圏の国みたいになっちゃって福島はって言ってて、なんかね、で郡山ぐらいまで来ても青いビニールだらけで、あの屋根はですよ、なんかそういうことを思い出しますね。であの日、あの当時はその僕の住んでるところから東北に行くにはあの東京を抜けなきゃいけなかったんですけれども、で夜行ったんです深夜で、も深夜にしても本当に真っ暗だったですね東京が。そんなことも覚えてますね。だからやっぱり1年に1回真剣にいろいろ考える日があってもいいんじゃないかなって思っています。まあちょっとまとまらなくなってしまいましたけど、 3.11 についてはいずれ語れる日が来たら語りたいなと思っています。それでは今日はこれで。